怖っ。ないない、ちょっとマジびっくりした。いきなりなんかかまされちゃったよ。ジョギングしてる人がいっぱいいる。ジョギングしてる人がめっちゃいるね。先にクルーズさんが来ちゃった。クルーズさんいらっしゃい。今まだ着いたばっかなんでね、面白いやつを見せてあげます。こちらは男性用トイレです。夜勤設定です。人お頭さっきこれマジでびっくりしたから、何も知らないでいきなり歩いてたらピンポーンってなったからやっちゃったかと思ってる。なんかこの温泉に向かって左側の建物です。女性側、誰でもトイレはこの建物の中にあります。後ろいらっしゃい。公園の住人、これいつのコメントが見えてんだ。これ2回連続でクルーズ来てる。どういうこと。コメントがバグっちゃったのか。気をつけて。あ、2回連続で来てるのこれ。他することねえのか。去年のコメントか。あ、総長いらっしゃい。いるよ。何が？ちょっと今着いたばっかり、いきなりあのピンポンにはめられたからびっくりしちゃった。テンパっちゃった。ここはね、東京都吉祥寺の近くの井の頭公園で撮ってきました。一応心霊スポットって言われてるけどね、全然普通にジョギングしてる人もいるし、夜中も入れるし。上の池ちょっと待って、その建物トイレです。乾燥だよ、金先輩ありがとうございます。めっちゃ寒いんですよ今。公園水道さっきあったよ。人が来た。クルーズありがとう。ちょっと待って、バグったバグった。あ、24号さんいらっしゃい。バラバラ事件の場所。あ、全然ここね、普通に夜入れる場所でした。ちょっと一回更新しますね、アプリを。
霊と死神あられ、どっちが嫌い、難しいね、それ。死神あられのが嫌いかな。水道終わっちゃった。これ、ね、人がめっちゃ歩く。ちゃんとしたこういう公園ですよ、ほんと。自販機もたくさんあるし。え、何あの自販機。結構気になる。何これ。蜂の子2300円、イナゴの甘露煮900円、え、なにこれ、福にゃん、福にゃん800円、ミーサマルコ、何の自販機これ、すげえ、イナゴ900円でも売り切れてる、蜂の子。自分で取って自分で調理する。今あまりにもあのピンポーンと音にテンパってさ、充電外しちゃってた。危ねえ、ただでさえ少ないのに。どこにいるんだ。あの弁財天ってとこに行きたいんだ。弁財天って。この橋渡ればいいのか。あれさっきクルーズさん2回連続で来たんですか。思ってる方いますか、クルーズさんから。なんかね、クルーズさん来るとちょっとバグっちゃうんですよね、米ビューが。2回来てくれたのあれ連続、連続で来てさらに感想。コメントが読めなくてバグっちゃってました。福神ボって食べるの、井の頭公園はデートすると別れるんですか。あ、おまるがある、おまる、おまるあるよ。あ、こういう場所、じゃあおまるに乗ったら別れるの、あれ。おまるがいっぱい並んでる、ちゃんとボートが、ちゃんとした公園だね、本当。で、2回目は乾燥だって。多分。映像大丈夫ですか？ちょっとね、充電がまだ 20% ぐらいしかなくて、モバイルバッテリー挿してますけど、まあ、もし切れ、また1桁になっちゃったら、切りますね。心霊スポットっていうより本当観光地公園だね。ちゃんとボート乗り場もあるし、あ、綺麗なサラムーンが見える。分かる方には分かるんですけど、ここをなんで来たかったかというと、来年の春に俺ここで花見やるんですよ。あ、これこっちから入れないじゃん。あ、ここじゃないのかな、ここ閉まってる。自然文化園、なんかここ花見が有名らしくて、来年の春にね、別の生主さんのオフ会というか、なんか花見やろうよってなってて、それも込み、そう、下見っていうか、なんか入れるのかな、夜中に入れるのかも分かんなくて、なんか場所取り担当になりそうだったので、どれが桜なのかも分かんないけど、
あとはまあ行ったことないっていうのと心霊スポットっていうのは知ってたからね。まあ、でも人がね意外といるから独り言言ってると結構何あいつってなる。スタミナ早い。いや、たまたま石神井は行きたかったんですよ、どうしても。で、石神井と井の頭を調べたら、もう2、30分の距離だねと思って。で、暇だしさ、今日これからどこ行こうかなと。西に向かう、東に向かうか。たまには、この前西行ったから。本当は今日一日で帰ってまた寝ようと思ったんだけど、せっかくのさ連休なのにもったいないなと思って配信しないと。明日の夜はねまた違う県に行って配信するつもりです。関東のもうこの時間だからね、リスナーさんがあんまりいないと思うけど、一応初めてなんでね、ここ来るの。天橋についてアンケート、人が後ろから走ってきた。工事してるんだ橋が。これ工事してるの、これ。そう、なんかね連休珍しいと思うじゃん。なぜかね、来週も連休なんですよ。なぜかね、再来週も連休なんですよ。え、これ橋渡っちゃいけないよね。12月連休ラッシュなんだけど、あの歴日休日を取らなきゃいけなくて、ニートじゃない。ニートじゃないですよ。何これ。なんか、イルミネーションに使える。てか、イルミネーションなのか、これ。違う、イルミネーションじゃないな。光はついてない。なんか保護してるんです。雪で潰れない、さすがだね。雪降らなくね。え、ここら辺雪降らなくね。トイレがくっそある。これ一個一個入ってたらキリがないぐらい、トイレが。なんでこんなにトイレいっぱいあるの。68点。意外と出た。ビビった。あ、ピョンさんいらっしゃい。積もる場所じゃないよね。意外と出てびっくりしちゃったよ。これこれかな。違う、何これ。あ、やべ、また金忘れた。また金忘れたと思ったら入れないわ夜。なんだこれ。これが弁天なんとか。
いや、忘れちゃった。再選。今年のね、流行語大賞、今、優勝候補筆頭じゃないでしょうか。再選。皆さんのね、印象に残った言葉を教えてください。1年間いろいろ配信してきたのでね、いろんな行った場所の好きな場所とかも教えてください。夜の公園怖い。でもね、ここは本当こうやって明るいんですよ。また映像がなんかおかしくなってきてるね。再生あえてスルーした。やっぱりだと思ったけど、もう何人からも DM が来てます。もう再選が1位になっちゃったらね、もうあの動画を年末のね特番で流しますんでね、何回も。あ、4つに入ったらもう動画流します。上位4作品はアンケートのためにね。広すぎて地図見ないと分かんない。5時くらいになれば散歩の時あーね、もう今遭遇した。今何時ですか。もうね、ほんと吉祥寺駅からほんとすぐ近くですね。もう吉祥寺駅からすぐ近く。4時でもう散歩してんの早くない？ハラミンさんいらっしゃい。イフレもカチカチかな。確かに寒い。ここめっちゃ広いね。こっち側は今回行かないようにしよう。行ったら帰ってこれなそうだよね。行った方がいいかな。徳川家光とかある。何なのここ。どういう井の頭公園って。何、井の頭公園か。あ、弁天橋って言うんだ。さっきのもう一回弁天橋行こう。あの橋言うとね、あんだけジョギングしたり散歩してる人、おばあちゃんとかがいっぱいいるから全く怖くないというか、ここが心霊スポットなのかもわからなくなる。やだ。一周何時間だろうね。まあでも今地図見た感じだと、2時間くらいじゃない。ちょっと弁天橋取ろうか。天橋ちょっとこう撮影しますね。一回映像切ります。でもこれあれだよね、こういう風に何も気にしてない、出ないやこことか言ってる時の方が写真になんか変なの写る時多いんですよね。意外と過去の経験上。なんだよここ全然怖くないじゃんとか言ってる時になんか変な煙写ってたり顔っぽいの写ってたりしてるんですよね、過去に。貴重だな。わらびもいない。
わらびって何？確かに俺の過疎放送、過疎心霊雑談放送です。ようこそいらっしゃいました。あ、ピオさん、おかえり。モナガガモ。え？何これ、肝。日本石亀。ゴキブリ？あ、ゴキブリじゃない。ゴキブリかと思ったら、ウキゴリだった。前の白い女も心霊客。あ、白い女見えました？あ、でも、キモい魚しかいない、ここ。池はね、全然見えない。シーンとしてる、まあ、シーンとしてるとなんかやっぱだってゴキブリに見えないですかこれ。これパッと見、パッと見だよ、パッと見、これパッパッて見た時にゴキブリに見えた。ここはね、ちょっと夜中でも入れるっていうのが分かったから、あとはどれが桜の木か分かんないけど、え、稲荷だと、稲荷だと、徳川家光が鷹狩りのためにこの地を訪れ、その水が清いことから井の頭と命名されたと伝えておる。え、どうやったら水が清いが井の頭になるの？ゴキブリに失礼だろ。え、というかピョンさんがさ、この書いたやつこれじゃない？もろ、どういうジャストなタイミングでこれ書いたの？いや、一人いる？なんで湧き水がほとばしると井の頭っていうの？そこにいるのかもしれない。マジですか？どこまで充電が持つかな。これバッテリー挿しててもやっぱニコ生だと減っちゃうね、かなり。やっぱそこがニコ生はね、ちょっと画質がいい分充電の減りが早い。ここがネックですね。右？全然見てる。あ、水道がある。一人いるじゃん、右に。本当に？びしょ濡れになっちゃうんだよね、手が。こういう分散型はやめてほしいよね。ほら、超濡れた。霊感ゼロ。俺もね、霊感あんま今なくなってきちゃいましたね、本当に。まあ、あったらやばいんだろうけど種類もあるよ、噴出型と、あとあのこの前のあのさ、なんかスプリンクラーみたいなやつと、あと今みたいな真上に上がるけど分散型と、種類ありますよ。水道にも奥が深いんですよ。ビシャビシャとかね霊感濡れた、うーんって何ほんとジョギングとかでさっきから何人もすれ違うんだけど、また前に人が歩いてるの。でもみんなさ、ライト持ってないんだよね。みんな共通点はライト持ってない。ライトいらない？これ、これ
ない人いるでしょ、意外と。意外とライト必要じゃない？この明るさ。なんでみんな持ってないの？あ、そう、水道マニアなんです。マニアというか、水圧チェックをね、ずーっとやってきたんですよ。で、点数つけてます。まあ、さっきのせいば14点ですね。まあ、確かに配信には必要だけど、普通に歩く部にいらない？これ。でも意外と見えるな。いるけど毎日だと面倒になる。あー、そっかそっか。また人が来た。水道に失礼。でもちゃんとすごい水道は褒めたたいてますから大丈夫でしょ。チャリンコも通んのここちょっと待って、チャリンコも通んのここ、そういうとこ、ここチャリンコも通っちゃうのここ無糖化だった。確かに昨日面接して今日も面接。あ、一応キープしてあるんだ。大変だね面接。じゃあ今日もってもう寝ないと、もうサラムーンが隠れちゃいますよそろそろ。そうだね、ライトあるから、というか人がいる時点ではもう怖くないですね。ライトないとこれですけど、でも確かにここら辺桜かな、これ書いてないな。桜の木ってどういう木なの、これ見たことない。まあでも夜中にも入れるっていうのは分かったから。お、なんかあそこに橋があるの、さっき渡ってきたやつか。このベンチに座ったら何が見えるの。桜ではなさそう。これはてかマジ桜わかんない。銀杏、もうそういう季節終わったんじゃないの。まだ銀杏ってあの臭いやつですよね。なんか石碑があるよ、石塔に来たら。座ってごらん。座っちゃったよ今、座っちゃったよやばいのこれそうでしょ。何これ、読めない。あった、野口。野口って誰、五郎、五郎かな。泣いて騒いで、泣いて騒いで日の暮れ頃はよしによしきり離りやせぬ。全く意味が分かんない。音声止まってるとか。配信止まってた。なんで止まったんだこれ。え、ここなんかやばい、配信停止になったんだけど。1ヶ月10分くらいしか。へえ、ちょっと待って、配信停止になったからちょっとここ撮ってみようか。一回ずつ切ります。なんでよ。
なんで配信停止になった？少々お待ちください。何ここなんか変なんだけど、今動いた？もしもーし、独り言喋ってた？なんで勝手に落ちてんの？アプリが何かあんの？今映像大丈夫ですか？電波あるよ。電波ある。アプリのあれ？新配信がまたバグってる。ここ例が出る。この公園のあの弁天なんとかの周りと池の周り。今の石碑は別に関係ないはず。これは。弁財天はあのね、昼間しかなんかお参りできないみたいなんで帰ってきちゃった。大丈夫で、私が霊を感じたらすぐわかる。本当ですか？じゃあ期待してますよ、ピヨさん。またこのパターンか。これ濡れるんだよ。まあまあ、東京都はあまり節水してないみたいだね。60点。同様の人？呪われてボロ雑巾のように捨てられるよ、多分。TBN ですね。TBN トゥブ、なんか若干明るくなってきてる気がするんだけど、どうせいかな。まだ4時半。夏だったらもうこれで明るいっすよね。冬にしかこの時間配信できないから、ちょっとやろっかなと頑張ってるんだけど、今年は人を呪えば穴二つってどういうこと？どういうこと？30分で回りきる予定だったのが回らなかった。意外と広い。この辺全部桜なのかな。どこにみんな花見するの？またおばあちゃん来た。にゃん、いらっしゃい。野口、あ、それ野口なんとかって名前なの？なんて呼ぶんですか？うじょう？その名前なんですか？野口は分かったけど、野口うじょうって名前なんだ。ダサいね。ダサ。配信出てきてみろよって感じじゃない？
いい名前？早朝好みか。じゃあしょうがないな。あ、帰ってきたね、これ。あの、光ってる橋に、メインのブリッジに。モミジ結構綺麗だな。札がいいなってどういうこと？札？そう、桜、桜はね、花見いつか来たいんですよ。咲いてないよ。桜は咲いてないっす。あのさっきの怖いトイレまで行って、どっちから来たっけ。イナゴライダー高いよね。最初のあれ見てちょっと笑っちゃった。この公園に来て一番最初に、あ、そうだね、花粉対策、酒盛り用の自販機だね。これ最初に、ほら、こちらは女性用トイレです。男性用トイレはこの温泉に向かって左側の建物です。女性側誰でもトイレはこの建物の中にあります。これさ、いきなり何も知らずに、何も知らずにさ、この階段から歩いてきて配信開始をして、何これ超明るいじゃん、トイレとか言って、こうやってここに来たらピンポーンって言ったから、超びっくりした。ほんとすごい機能なんだろうけど、焦ったよ。ここにもある。こちらは男性用トイレです。女性用トイレはこの温泉に向かって右側の建物です。男性側誰でもトイレはこの建物の中にあります。男性は外でお願いします。終わったね、明るすぎてね、ほんと入ってきた瞬間、俺ここ心霊スポットじゃないじゃんと思ったもん。この明るさとあの自販機の多さと、トイレはこれだし、うん、桜の名所らしいですよ、ここ。めっちゃ名所だって言ってた。それでね、来年の春に来ようかなと。まだ先の話だけど、井の頭公園ってとこでした。まあ、充電もないんでね、トイレハンター的にはね、最先端の素晴らしいトイレですね、あれは。もうね、最初で入ったんですよ、あれ。だからもう入らないけど。でも階段がこれだよ。ライトいらないもん、これ。これからね、東の方向に向かって移動してますんで、ニコ生は多分充電が間に合わないから、ツイキャスかフワッチで謝罪しながら適当に雑談しようと思います。でもしお暇があったり、まだ寝れない方いたらね、お付き合いください。とりあえずニコニコはここでね、今日は終わりますね。明日の夜ちょっとまだ迷ってるんですけどね、あのマニアックなイルミネーションと、その後に新スポ行こうと思っております。それはニコ生でやるつもりです。トイレの水の味？公園の水の味は違う？トイレの水の味ってどういうこと？トイレの水飲まないもん。だってこんななんか商店街みたいだよ。
何この明るさだから全然怖くない。公園って観光地なんですか？もう何にも知らないで来たからびっくりした。でもね、道が狭い。もうどこの道行っても一通ぐらいのレベルで狭すぎて歩けない。ちょっと車載に移動しますので、もしね、車載を見れる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。ニコ生でしか見れない方はありがとうございました。また明日、夕方から夜にかけてまたね、これから俺家帰らないでどっか放浪の旅に出ますので。無駄に電気使ってるね。なんでこんな車が通るの？ニコニコ生放送をご覧の皆様ありがとうございました。でまた次回明日やりますのでよろしくお願いします。じゃあね、いい夢見ろよ。じゃあお疲れ様です。ありがとうございました。